今回は豊中の健康麻雀にやってきました。健康麻雀の打てるお店となってます。ノーレットフリーやっております。今日は妻のメイさんとダブルゲストで大会一緒にやっていきます。本日は麻雀大会コメント杯ご参加いただきましてありがとうございます。ではまず最初にですねご挨拶をいただきたいと思います。堀内正人さんです。お願いします。今回3回目の富山のゲストに呼んでいただきました。お店が明るくてすごいこの雰囲気が大好きです。今日はですね動画撮影してこの大会盛り上げられるように頑張りますので皆さん楽しんでいってください。あとお聞きしたいんですけどこの中で顔出し NG の方っていらっしゃいますか？モザイクかけた方がいいっていう方ご協力ありがとうございます。では今日一日よろしくお願いします。協会所属、はい、メイプロでございます、はい、今日はよろしくお願いします。結婚発表してついに一緒に夫婦ゲストを呼ばれることなんてなかなかないので今日は楽しみにしてきました。ちょっと浮かれないで麻雀は今日引き締めて頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ボセティ回しましょう。皆さん、はい、トンスマルがあります。さあ、行きますよ。4、3、2、1、ラストシュート。これより対局の解説をお送りします。1回戦です。16巡目に下茶がションパイのドラを切ると問い面にポンが入ります。ドラのポンで満貫が確定です。振り点を引き戻して転敗しました。現状役なしで出上がりすることができません。流局する可能性が高いですが、リーチをかけます。下茶がドラを切っていて、トイメンにはドラポンが入っています。相手が勝負をしてくれて上がれる可能性はありますし、リーチをかければ一発や裏ドラで打点がアップします。親番中なので、危険牌で転敗は崩しません。大会での親の連チャンは特に重要です。リーチの一発目は、スマンをつもぎり、仕掛けに通りました。この局は3人転敗です。ドラを切った下茶と、ドラを泣いたトイメンと3人転敗。ローテンマップで先手をもらって、親での連チャンです。トーン1局1本場、親番中でドラがパーピン。手配はターツが揃っています。2巡目にピンズのメンツが完成しました。ピンズのカンチャンが2面に変化すれば、2、3、4の3色の可能性があります。想像が重なって5ブロックに置けます。E ピンを切ります。中チャンパイが乱闘になったので単葉に変化する可能性があります。スーピンやウーピン引きで単葉に変化します。マンズが2面に変化しました。遠くに3、4、5の3色の可能性があります。想像のカンチャンが埋まって単葉は見切ります。2面2面のイーシャンテンです。自牌を手に残します。両系のイーシャンテンで十分形です。余剰牌の安全度を優先しました。赤ウーマンを積もって完全イーシャンテンに受けます。イーシャンテンから天牌までの受けが最も狭く、受け入れを最大にします。この局は天牌することができず、二風呂をしているトイメンの上がりとなりました。夜会で線は1300の横移動です。トン2局、ペーチャでドラがリャンゾー。手牌はトイツが2つと2面が2つ。おたかぜから切って進めていきます。カンチャンのターツができて、1枚切りの自牌を切ります。トイツができて、5ブロック揃いました。ツモ3品で、1面通完成です。2面の変化を見て、パーピンを残します。数層積もって手に残します。ドラの受け入れがあって、パーピンよりも、2面ターツができやすいです。ツモ数品で、トイツが4つになりました。チートイツやイーペイコの変化があります。中膨れの3445の形の方が、2面の変化が多いです。チーソーがアンコになってメンツが完成。イーシャンテンです。2面と、カンチャンと、シャンポンの切れ。9巡目に転敗しました。マンズのメンツが完成して、待ち選択になります。狙い目の、ヤオチューハイのシャンポンは、ナンが場に2枚切れていて、枯れています。ここは関連マンでリーチをかけます。E 範40分の1300点のカンチャンリーチ。リーチ後に積もぎが続き、上茶から追いかけが入ります。2件リーチとなりました。そして親も追いつきます。親のリーチ宣言牌の2万で上がることができました。裏ドラが1枚乗って、リーチ裏1、2600の加点です。難1局、
親番中レッド長9ピン、27,100 点持ちのトップ目です。対面がマンズの本位付き牌で3風呂。そして、上茶からリーチが入ります。手牌は仕掛けとリーチに対して間に合っていません。共通音牌の3ピンを切ります。この局は、リーチをかけている上茶がつま上がり、面単ピンツもイーペコ。裏ドラが1枚乗りました。跳ねマンの上がりです。36,000を親かぶりして、苦しい展開となります。状況は、南3局、シャーチャでドラガなんです。21,100 点持ちの4着目です。トップが31,800 点。上茶が23,900 点で、下茶が23,200 点です。トップの対面までは、マンガンツモ。2着とは2,800 点差で、残2以下700,300ツモです。2,100 点差の3着とは、26を上がるか、1300直撃で、着順が上がります。現状は難3局です。着順が上がる手組みを意識します。ただし、麻雀は、完璧主義では、手牌のスピードが間に合っていません。チュンが統一で、ターツが4つあります。手なりで進めると、リーチのみになりそうです。大質問で、想像のメンツが完成。2枚見えている、トンから切っていきます。カンウーマンを積もって2面通完成しました。自牌を合わせ打ちします。自家製のシャーを手に残しました。マンズが連続切りになりました。そして、親が切ったチュンを一泣きして役を確定させます。1000点の仕掛けです。出す前は順位が上がる上がりを意識した方がいいですが、この状況の注目すべき点は、2着目とは2800点差です。流局した場合に、ノーテンマップで3着か2着に浮上する可能性があります。また、リーチ棒が出れば順位が上がりやすくなります。もしもリーチ棒が出た場合には3着とは1100点差なので300、500でも順位が上がりますし、上茶とは1800点差になるので1000点直撃や400、700でも順位が上がります。現状の300、500と1000点の出上がりは順位が上がりませんが、逆転できる可能性が大いにあるので、チュンを1枚目から仕掛けました。3色や1通は役を確定させるのに9枚必要ですが、役牌は3枚揃えば役になります。またチュンを1泣きすると、果敢できる可能性があります。これも1泣きのメリットです。チュンをポンした時順に4枚目のチュンを持ってきました。シンドラが6万です。2600になって条件クリア。出上がりは3着。積もって7等3なら、2着になってオーラスを迎えることができます。ピンズのペンチャンを払って連続形を残します。ソーズが3面チャンの形になりました。3増やローソーでも転配をするので9層を残しました。ドラ表示牌のウーマンを積もってヘッドレスの広いイーシャンテン。3面チャンと2面と縦の受け入れで転配します。親からリーチが入ります。リーチ棒が出ました。仮にこの手が1000点のままだったとしても300、500で順位を上げれる可能性がありました。リーチを受けた同時に転配をして、サブローマンのノベタに取ります。シンドラが6万なので、6万で上がれば、厄配ドラドラの5200になります。この局は、上茶がリーチに対して E マンを勝負すると、宝珠となりました。面ピン E ペーコー赤裏々。親の跳ねマンで1万8000点の横移動です。50分の打ち切りとなり、最終局となりました。21,100 点持ちの3着目で、下茶の2着目とは2,100 点差です。手牌に赤とドラがあります。初を一泣きして役を確定させます。3,907、条件クリアです。2,100 点差なので、赤とドラを両方使い切らなくても大丈夫です。2,000は2,300で逆転することができます。赤ウッペにくっついて、両面のケアできました。3,900のイーシャンテンです。量形変化を見て、想像の連続形を残します。ポンテンも取れるようになりました。上茶からリーチが入ります。リーチ宣言牌のチーマンを泣いて、テンパイに取ります。すると、勝負した6万が宝珠となりました。面単品赤ドラドラ。12000は12300。ラス目に派手マンを宝珠して、このハンチャンは結局、4着で終了となりました。ポイント申し上げます。127.3 ポイント。
ミルキーさん、おめでとうございます。137.0 ポイント、ジュリーさん、どうぞ。おめでとうございます。220.9 ポイント、よかったです。はい、やったよかった。OK です。おめでとうございます。もう一枚いきます。3、2、1、 OK です。はい、京都のバジラックスのオーナーからですね、2人の結婚祝いでやっていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。リモで高な1万100点差でした。流行る優勝、94.2 ポイント、メイクロ、おめでとうございます。第2部優勝、メイクロ、おめでとうございます。参加してくださった皆様、本当に長々と一日お付き合いくださりどうもありがとうございました。おかげでとっても楽しく過ごすことができました。またご縁がありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。今日の麻雀、個人的にここ5年ぐらいで一番楽しかった。いっぱい仕掛けて、いっぱい放出して、いっぱい上がれたんでとてもいい一日でした。関西でちょこちょこゲストお互い入ってるので、またぜひよろしくお願いします。いたします。本日は皆様ありがとうございました。